BE4-423 号機、ミューレン駅、2007年 BE4-422 号機、ミューレン駅、物資輸送用パレットを積載した貨車を推進する、グリューシュアルプ行列車グリューシュアルプの車庫内に、留置される BE4-421 号機、ラウターブルンレンミューレン山岳鉄道の鉄道線は、他路線と接続されておらず、すべてのメンテナンスはこの車庫で行われる BE4、 421から23型の運転室、2010年。ラウターブルンネン・ミューレン山岳鉄道 B4、421から23型電車は、スイス中央部の私鉄であるラウターブルンネン・ミューレン、山岳鉄道で使用される、山岳鉄道用電車である。スイスのベルナー・オーバーラント地方のラウターブルンネン、ダニの谷底のラウターブルンネンから、 ケーブルカーもしくは索道と連絡をして、崖の上にあるミューレンへ至る、山岳鉄道であるラウターブルンメミューレン、山岳鉄道では、1960年代までは1913年製の、ブド2、41から12系電車及び1925年製の、ブド4、4、13型電車が使用されていたが、これらは、木造車体の旧型機であったため老朽化が、進んでおり、 1964年にはド道4、43号機が事故により使用不能となり65年には廃車となったため使用機材を一新するために1967年に導入された機体が本形式であり BE4、4型の21から23号機として3機が同時に運用を開始している。本形式は ラウターブルンネンミューレン山岳鉄道の河川電圧525ボルトよび最高速度実速30キロメートルという比較的特殊な運行条件と多路線に接続しておらずグリューシュアルプの小規模な工場でメンテナンスをする必要があるという立地条件に対応した機体として製造されたもので車体、台車の製造をシグ、電気品 主電動機の製造を BBC 及びサスがそれぞれ担当しており、基盤と製造年、製造者は下記の通りである。ラウターブルンネン谷の崖の円を走行する、ミューレンコーの BE4-422 号機が貨車を牽引する、列車谷底のラウターブルンネンとグリューシュアルプを結ぶゴンドラリフト、ゴンドラ下に物資輸送用パレットを積載する。ありがとうございます。